はい、こんにちは。今日も心理学のお話をしていきます。不安のメリット3選ということでお話をしていきます。来年を迎えるところでいろいろと不安なことって皆さんあると思うんですよ。仕事大丈夫かなとか、家族とうまく過ごせるかなとか、人間関係どうかなとか、お金のことってどうなるのかなって、ね、僕もめちゃめちゃ不安です。やっぱりコロナのこともあって仕事が今後どうなっていくかってもなかなか分からなかったりしますし、それからちょっと家族のこともね、いろいろと変わっていくこともあったりするんで、それがやっぱりうまく機能するのかなっていういろんな不安を抱えているんですよ。で、皆さん自身も同じようにいろんな不安を抱えている中で、どうしてもそれって避けがたい感情ですよね。不安っていう感情っていうのはそれが現実だと思うんですよ。で、今回割と手っ取り早くですね、お伝えできる内容かと思うんですけれども、そんないろいろ抱えている不安にも実はメリットはあるんですよっていうのが、今回見つけてきましたので、それをご紹介していこうというふうに思います。例えばなんですけど、2013年にハーバード大学が出した論文によるとですね、不安な時に自分をリラックスさせようとすると、実はそれ逆効果で、これは欲求とか押さえつけるのと同じで、逆にその不安が増幅してしまったりするということが言われてるんですね。だから不安な自分っていうのはもうやる気に満ち溢れている証拠だっていう風に、不安をいらっしゃいませってもうウェルカムウェルカムっていう風に受け入れてしまった方が、不安に感じている物事がうまくいったっていう結果が出たりしてるんですね。これをネガティブな感情っていうのをネガティブに捉えるんじゃなくて、上手にうまく解釈するっていうことが大事だっていうことが言えたりするんですね。とは言いながらも、じゃあ不安はいいもんだぜいいもんだぜっていうことを何の根拠もなく思ってたとしても、ちょっとそれ自体に不安を覚えてしまったりとかっていうのがあるかと思いますので、そうならないためにも今日は3つですね、不安によるメリットってはこういうことがありますよっていうのがありますから、それをご紹介していきたいというふうに思います。まず1つ目は決断力を高めてくれるというものです。最もそのデータ量として多かったっていうのが不安と決断力に関する研究だそうなんですね。で、不安傾向が強い人ほど上手にリスクっていうのを回避していって、最終的にはより良い道にたどり着いたりとか、利益を出すっていう結果が残っていたということが言われてます。で、これは何でかっていうと、闇雲に見切り発車でゴーっていくんじゃなくって、もっともっと走るためには周辺の情報を集めなくちゃっていう気分が高まって、結果としてより客観的にこれが正しいなっていう選択肢を選ぶことができるようになったからなんですね。で実はそのこういうもの、こういう情報を集めなくちゃっていうための不安によるモチベーションを高めてくれるっていう、そういった面白い効果もあったりするんで、それによって私たちにとってのより良い選択とか、それからより良い行動っていうのに導かれていくということだったんですね。とかとは言いながらも、あんまり慎重になりすぎても意味がないので、自分にとって必要な情報が取ることができれば、ある程度はもうゴーサインを出して行動力を移していくっていうことも大事ですんで、そこを外さないのだけ注意してくださいっていうことが言われてます。それから2つ目に、不安な人ほど実は本番に強いということも言われてます。で、不安ってなんかこう自分の行動力をこう落としてしまったりとか、ただ胸がドキドキしてしまうっていう、マイナスなイメージが多かったりするんですけれども、実は警戒心を高めてくれたり、集中力を高めてくれるっていうプラスの効果もあったりするんですね。だから空気を読むことができたりとか、あるいは予期せぬ事態が起こった時にそれに対処する力っていうのが備わっていきやすい傾向が、そういう不安の高い人は多いということが言えるんですよ。で、かつですね、不安な人ほど本番に向けての準備っていうのをより多く繰り返す傾向がありますんで、だから楽観的な人に比べて、例えば学校のテストとか、それから就活における面接とかに関しても実は強かったり合格しやすかったりっていう結果が出たりしてます。不安のおかげで事前の準備が万端になっていって、で本番中にはさらにそのさっきも言ったような危機回避とか集中力が増しているおかげで、より良い方向に結びついていくということが言えたりするんですね。だから全てがスムーズにいくんですよ。準備のおかげでスムーズにいくし、警戒心とか集中力のおかげでスムーズにいくしっていうことなんで、不安はそういうスタートをさせたいことのスムーズさっていうのを生み出してくれるということが言えるんですね。はい。それから最後3つ目に、不安っていうのは知性が高い証拠ですよと。で、頭がいい人ほど、なんて言うんでしょうね、クールで物事に動じないっていうイメージがあると思うんですけど、実はもう不安にもう襲われまくっている人たちが結構多かったりするんですよ。とある番組で東大生と
東大生というか高学歴の人たちといわゆるおバカタレントっていうのが、まあ、討論をしている番組があったんですね。でそこで心理学のその先生たちがいる中で討論をしてもらって、でその結果何が言えるかっていうと、その場の幸福度っていうのが高いのは確かにおバカタレントですねと。なんでかっていうと、その今この瞬間が楽しければいいっていうことばっかりを考えているからっていうことなんですよね。これは別に悪いことじゃないと思います。今この瞬間楽しむっていうのが結局人の幸福度を高めていく結果に結びつきますから。一方で東大生とかその高学歴の人たちっていうのは不安に駆られている傾向が高いですねと。それはこういろいろ将来のことを考えたりとかして、今のままでいいんだろうかっていうことをいろいろとこう思いを巡らすからこそこうそういう考えが浮かぶんですよっていうことを言われてまして、で結局不安傾向が高いっていうのは高学歴の人たちだっていうことは知性が高いと言えるんじゃないかなっていうことが、まあその番組からも言えるんですね。で知性が高い人っていうのは未来の出来事にこういうことが起こるんじゃないかとか、こういうことを起こしたいとかっていうふうに考える能力っていうのも高いもんですから、当然反対の悪いイメージ、悪い未来のイメージ、こういうことが起こったやだなとか、こういう事態になったら困るなっていう風に考えてしまう分、やっぱり不安に駆られちゃう傾向っていうのもつきやすかったりするということなんですね。ところが結果的にさっきも言ったような2つ目のところですね、不安による危機回避能力とかそれから集中力が増すことによって、結局その悪い未来っていうのは起こり得ないことにつながっていきますんで、やっぱり不安っていうのはメリットが大きいんではないかなっていうことが言えるという風に思います。僕もどっちかというと自分が知性高いっていうのとは切り離して、まあ、割と不安傾向が高い人間じゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。ところが不安にあんなこと起こったら困るなとか、あんなこと起こったら嫌だなって思うことをいろいろと頭に思い浮かべるんですけど、結果的にそれがそのまま起こったっていうことってほとんどないなっていうふうに思ったら、その不安に思うことによってそれを回避できている準備とかができている、あるいは実際の本番の行動ができているっていうことを考えると、不安に思う力が強いっていうのはある程度自分の生活とか人生によって役に立っているんじゃないかなっていう効果自体は自分自身で感じることができていますので、もしですね不安に思う傾向が自分は強いなって思う方であっても、そこは心配せずに、それを逆にプラスメリット、今日お話ししたような3つの項目に当てはめて活かしていただければ、その不安っていうのは皆さんにとっての力になってくれるというものになりますから、ぜひですねそれを活かしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。